お、これ里芋の葉っぱじゃないか。おばあちゃんの畑で見たことあるぞ。確かに芋の葉みたいだが。だろだろ。抜いてみよう。葉は似ていても芋がない蓮芋というものもある。マジで。よいしょ。里芋ではないだろ、それ。芋は芋だ。生で食べても大丈夫かな。やめないか。よくわからないものを食べるのは。え、芋だよ。お芋だよ。ねえ、君はお芋だよね。うん。ほら。ああ、残念なのはわかるが。なんなんだこいつ。芋だぞ。虫は食えて、なんで芋はダメなんだ。アスカ、それは諦めた方が。やだ、絶対これ食べられると思うもん。そこまで言うならパッチテストをしてみるか。何それ。パッチテストとはこの場合可食性テストのことを言う。可食性テスト。未知のものを食べずに害がないかを試すんだ。断面を皮膚に押し付け反応を見る。そうなんだ。というわけだ。わあ。さて、どこで試したものか。じゃあ、お尻とか。ほれほれほれ。ふむ。優しくして。15分ほど様子を。おまれ。もういきなりお尻がしびれてきてるんだけど。どうなってる。毒だな。わあ。